どうもリピさん、こんにちは。今回も体のエーダーステーキングプール情報を送っていただきましてありがとうございます。早速明日からですね、3日に分けて、皆さんにもお送りしたいと思います。本当にいつもお疲れ様でございます。で、もうね、重ねてのお話になりますけども、体のエーダービットポイントジャパンで日本上場が迫っております。まあこれについてね、もう本当に喜びでしかないんですけども、じゃあね、カルタネーダが日本に上場すると値動きはどうなっちゃうのかなっていうことはね、結構たくさんの方が気にされると思うんですよ。単純に考えると、それは日本で上場してれば買いやすくなるから値上がりするんじゃないのと。まあそれはね、上場してる国が多ければ多いほど、その貨幣の流通量ってのは増えると思いますんで、基本的にはね、値上がりすると思うんですよ。でも待てよということがあります。それは体のエーダをプレセールで買った方の存在なんですよ。もう私もその一人なんですけども、プレセールで買うとどういうことが起きるかっていうとね、まずはそんなに売ろうと思わないんですよ。かなり大きな含み益を持ってますから、やっぱ人によっては億っていうね、含み益ですからね、少なくとも数千万っていう含み益を持ってる人ばかりなんですよね。まあそうなってくると、じゃあその含み益を持った体のエーダを焦って決済するかなと。で、決済しようと思っても海外の取引所を今までは通さなくちゃいけなかったんで、面倒くさいからいいやみたいな感じになってたりするんですよね。そして8年前に体のエーダのプレセールが行われた時の全国の説明会ですけども、結構ね、60代以上のご高齢の方が多かったような気がします。まあ60代をご高齢といってはね、ちょっと大変失礼かもしれませんけども、70代80代の方も結構見られてですね、まあ自分の、まあ遺産相続の一部としてカルドネーダを考えているみたいな感じで、結構なね、金額をね、数百万みたいなことを投じた方っていうのが割といたんじゃないかなっていうふうに当時私は捉えてるんですよね。で、当時はまだその暗号通貨には課税がされないという認識でした。法整備もなかったんでね。だから安心してビットコインやカルドネーダ買ったんですけども、その後に法律ができて、急遽ね、で、課税額は雑所得ですよみたいなことになってね、って感じになりましたよね。人によっては決済した後にそんなこと言われるもんだから、もうお金がなくなっちゃって、送り人即滞納、税の滞納で破産みたいなね、そんなことも本当笑えない事実としてあったみたいですけども、ただ多くの方はそんなに焦る決済でもないし、まあそのまんまほっとこうかなと、取引所のアカウント作るのもよくわからないしみたいな感じで、パソコンが苦手な世代がね、結構ね、購入したんじゃないかなと思ってるんですよ。で、今回ビットポイントジャパンでオープンしたってことは、結構これがね、日本円にするのが簡単になったんで、なんか全決済する方とかが増えるんじゃないかなと思うんですよ。ですので一瞬価格落ちるんじゃないかなっていうふうに考えることもできるんですよね。いや、その辺どうなのかなっていうことを、まあ今ね、もやもやとしてるんですけども、リフィさんなりのお考えがあったら、どっかでね、またお話しいただければと思うんですね。どうですかね、今月どっかでズームライブをやってみるっていうのは、ビットポイントジャパン日本上場記念、これなかなか面白くないですか。次のエポック切り替えぐらいの時に合わせてやってみたらどうかなと思うんですけど、どうですかね。まあお時間とお考えがありましたら、またお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回は以上です。ありがとうございました。